知事、選挙はもう何回もこれまで重ねてこられていらっしゃると思いますけれども、選挙七つ道具、選挙に欠かせない持ち物というと何でしょうか。七つはないかもしれませんけど、はい、まずこれですね。iPad。これは iPad のプロという仕様なんですけれども、はい、例えばここにですね、制作が、例えば多摩の制作っていうのが入っていまして、はいはい、数字とかそれをですね、確認をして、はい、そして演説に備えるということをやっています、はい、例えばこれ多摩の振興プラン、多摩ランニャーがいて、はい、今こう準備をしている政策ですけれども、はい、こういったことについてはもうクラウドで入っているということですね。ですから、まあ、これはあと地図で、はい、現在地を確認したり、運転手を殴りはしませんけれどもこれから行くところをちゃんと自分で方向性を定めて、はいはい、7箇所、はい、あと7箇所ということで、これ自分を励ますために、はい、あとたった7箇所というふうに自分を鼓舞するためのカウントダウンのためのカウントダウンですね、はい、それからこの、魔法瓶で、はい、魔法の水と言いたいところですけれども、はい、好きな紅茶、はい、あったかいお紅茶が入っています、はい、私は常にあったかいものを飲むということを心がけている。それから、このスカーフ、はい、これは選挙戦の時、知事選の時もしていたものでありますけれども、はいはい、これはおしゃれのためというよりは、はい、日焼けすると、ここ UV カットなんですが、ここはほとんどしていないので、はい、段差ができてくるということで、はい、これは欠かせないものですね。なるほど、はい、去年の知事選も、はい、夏真っ盛りでしたが、はい、まあ、今回の都議選はですね、合計9日間なんで、うん、去年の知事選と比べたら大体半分ですね。短期決戦ですね、うん、それだけに準備が、はい、重要なんですが、うん、そうするとうちにはまた日めくりがあって、あと3日っていう、はい、あと3日あと2日って、自分をとにかくいつも元気にさせるという、そういう、そしてあと、はい、そうですね、勝ったら、うん、去年の暮れからずっと断酒してますので、はい、いっぱい、まあ、ビールかな、うん、それを私の精神的な、なんか励みにさせるっていうので、いつも自分でこう、そういう、エネルギーをね、自分で作る工夫っていうのはいろんな形でやりますね。なるほど。今日からですか、緑色の鉢巻きを。はい、これもね、願掛けみたいなもんですね。七つ道具の一つですかね。私普段はやらないんです。普段自分の選挙の時でもやらないで、はい、都知事選の時からこの鉢巻き、はい、鉢巻きってなんか古いじゃないですか。ここ必勝なんてでも床体みたいなね、はい、あんまり好きじゃないんですが、うん、でもここはやっぱり勝負だなと思ったら、うんうん、一つ自分に言い聞かせるために、はい、じゃあもう後半自己啓発のノウハウてんこ盛りですよ。先ほど確かにその時間の日めくりですとか、うん、鉢巻きですとか、断酒して終わったらっていうことというのは、うん、先ほどまさに知事おっしゃるように自分をこう盛り立てるっていうことですかね。誰もね、応援してくれませんからね。まず私が元気じゃないと、はい、フォローミーって言っても、ね、元気出ないでしょ、うん、やっぱり先頭に私は代表で立ってるわけですから、はいはい、まず私が元気じゃないとみんな困っちゃうんでしょ、うんうん、なるほど。終わったらこういうことをしようとか、先ほどの断酒解禁以外に何かありますか。まあ家の掃除ですね。はい、書類が随分、はい、インとアウトのペースがですね、インがむちゃくちゃ多くて、アウト、つまり処理をしていないのが山ほどありますから、